どうも皆さん、こんにちは。キャベツです。今回は8月4日からクローズベータテストが開始されたリバース1999をプレイさせていただいたので、ゲームのレビューをやっていきたいと思うんですが、まず先に言わせてもらうと、このゲームねめちゃくちゃいい。私この手のゲームでまともにやり込んだことないし、評価もかなり厳しめに見てきたんですが、本作はちょっとそれらの基準は超えてきた。これからのソシャゲは本作基準で作ってほしいくらいクオリティめちゃくちゃ高い。よくまあこんなの作ったなと思いました。全体的にねすごい作り込んでますね。ソシャゲにほぼほぼハマらない私から言っても、控えめに言ってもこれはねすごくいいです。本当に開発陣の情熱というか、いいものを作ろうという気概が見えてくる作品になっています。では先に恒例の点数をつきますと、本作リバース1999の点数は90点です。高評価です。めちゃくちゃいいです。何がいいっていうのを簡単に説明すると、まず本作はストーリーメインのゲームになっていて、ストーリーの合間にアクションがあると言っても過言ではないくらいにストーリーにウェイトが置かれた作品なんですが、そのストーリーがねちょっと最近のソシャゲっていうか、普通にコンシューマーゲームとかの中でもかなり上位に来るくらいに質がいいです。脚本がものすごく丁寧、びっくりした。誰が脚本担当なのかっていうのはわからないんですが、少なくとも一般的なソシャゲのストーリーとは格が違います。すごく面白かった。私ソシャゲのストーリーは結構ねいつも飛ばしちゃう癖があって、まともに見たいと思った作品もほぼほぼないんですが、そんな私が現時点で解放できるストーリーを全て見るくらいハマりました。これはね異例中の異例っすね。まともにソシャゲのストーリーを追うことのなかった私キャベツがめちゃくちゃのめり込んで、なんなら2日間ぐらいでストーリー全部見終わりました。そんくらい面白い、ただただ面白い。その辺もまあ詳しく説明するとして、アクションに関してはまあなかなかいいかなっていう感じです。単性のアクションなんですが、ここはまあかなりシンプルなんですが、それぞれのディティールが高い。グラフィックス、演出などどれをとってもあらはありませんでした。あと育成とガチャ、こちらはですね育成は超円滑に進められるので文句のつけるところはほぼほぼない。そしてガチャ、ソシャゲにおいてガチャはかなり大事で、本作もガチャで入手できる最高レアはかなり強いので積極的に回していきたいんですが、排出確率はまあこの手のゲームにしてはかなり親切なんじゃないかなと思いました。ちゃんと天井もあるしね、という感じで、まあ 100% 完璧なのかと言われるとそうではないので、その辺を考慮しての90点です。その理由を各パートに分けてレビュー紹介していきます。ではリバース1999のレビュー行ってみよう。日本では8月4日から13日までクローズベータテストが開始されており、正式リリースは未定です。対応機種は PC、iOS、Android です。本作のストーリーパートは全キャラクターフルボイス対応で、声優がかなり豪華です。ストーリーを進めていると、あれこの声聞いたことあるなと思うくらいには有名声優バチボコ使ってます。ストーリー重視のゲームなので声優にお金を使うのはナイスですね。そしてストーリー内容を簡単に説明すると、1999年12月31日にストームと呼ばれる現象が世界で起こり、このおかげで世界が逆行するようになります。つまり逆行するということは人々や時代ごと消えていくっていうわけなんですが、主人公であるベルティはタイムキーパーと呼ばれていて、唯一ストームの影響を受けずに世界で自由に行動できる存在です。様々な時代でアルカニストと呼ばれる魔法使いみたいな存在たちと出会いつつ、ストームの真相と自分が生まれた意味を探っていくというストーリーです。まあという感じでね、簡単に説明するとこんなもんなんですけど、まあ専門用語はねかなり多いです。これらの固有名詞はプレイ序盤から問答無用で乱用されるので、ぶっちゃけ最初は意味不明でした。最序盤はプレイヤーの置いてけぼり感はありましたね。ここである程度の初見プレイヤーは奮い落とされると思います。ただちょっとプレイしていけばすぐに伏線回収、用語が理解できると同時にストーリー展開の面白さにのめり込むと思います。本作はストーリーを見た後に戦闘、ストーリー戦闘っていう感じの流れですが、ストーリー視聴の時間はめちゃくちゃ長いです。プレイ時間のうち7割はストーリーを見る時間だったんじゃないかなっていうくらいには多いです。最初の頃はまたストーリーかよって思うくらいストーリーが挟まります。戦闘などの要素も大事ではあるんですが、それよりもストーリーです。なので本作のストーリーを好きになれないということはもうねこのゲーム合わないということになります。それぐらいストーリーゲーです。正直これには驚きました。これソシャゲでやるやつかって思いましたね。本当にね内容がコンシューマーゲームレベルなんですよ。手軽にプレイするようなもんじゃないですね。正直これは腰を据えてプレイするゲームです。それは確かです。ただその気軽さというソシャゲの良さを帳消ししてもいいくらいにストーリーの質はめちゃくちゃ高かった。本作のストーリーを簡単に例えると魔法使い同士の戦いみたいな感じになるんですかね。ちょっと例えできませんね。全体的に見ると何かの作品をベースにしているっていうことではない、かなり新しいところを攻めた作品にはなっています。本作のストーリーの何がいいっていうところをね説明すると、原因の奥にさらに原因があるっていう描き方がまあうまいなと思った。
強大な敵がいて、その敵が大いなる災いを引き起こすので、それに対処すべく主人公が仲間と立ち向かうという、まあ大体まあそんな感じの大まかなストーリーをベースに、その大きな転換期の間にいくつもの屈折したいびつな要素を挟んでくるんですよ。その要素は時に演出だったり人物設定だったり、ああこういう流れねという予想の範囲に収まりそうなストーリー展開でも、独特な演出を挟んだりすることでメリハリをつけたり、あのキャラが悪いと思ってたらそっちなんと、プレイヤーの先入観がうまく裏切られることがとにかく多くて飽きません。ストーリーの抑揚が常にあるので、振り返ってみると退屈な気分になったことはほぼほぼなかったですよね。で演出もかなりいい。まず本作のストーリーではね、一枚絵がかなりの頻度で挟まります。これまたクオリティが高くて没入感与えますし、時々ムービーも挟まるんですが、このクオリティもクソ高い。ゲーム冒頭で専門用語の多さにイラつき始めていた私が、突然始まったムービーに釘付けになって突然やる気出ましたからね。それくらいにクオリティは高いです。一番印象的な演出を話すと、それはゲームの中盤で黒幕っぽい敵に主人公が催眠術的なものをかけられて、世界が絵本の中みたいになるんですが、その世界で仲間が幼少の姿になっていて、みかんを差し出してくれるんですね。これを一つずつ食べるたびに現実世界で仲間が殺されてなっていくっていう演出なんですけど、これね夢の中ではすごく穏やかな雰囲気でキャラクターも喋ってんのに、次第に違和感を覚えてみかんが食べられなくなるという感じがね、キャラクターのそれまでの心情をうまく演出していました。ここはシンプルにねすごいいい演出だなと思ったっていうような感じの演出がいろいろあります。どれも凝っていて、それぞれのキャラクターの心情をうまく描かれていて、すごくねいい印象ですよ。下手な脚本でキャラクターに変な情緒というか感情と行動にばらつきが出るじゃないですか。前まであんなこと言ってたのに今は全然違うこと言ってるし、行動がまとまっていないという感じで、一見サイコパスみたいな感じになることが結構あるんですけど、本作は一人一人が設定された人物像に沿って能動的に動いている感がしっかりあって、違和感は全く感じませんでした。いいストーリーはキャラクターの矛盾がないことが大前提だと思うので、それをしっかりクリアしている本作はやはり脚本が素晴らしいなと思いますねという感じでね、まあベタ褒めなんですよね。世界観、キャラクター、演出、どれもねクオリティが高い。最近のソシャゲってレベル高いんやな、ビビったわ。ここまでハマったソシャゲは私キャベツ的には初ですね。なんか忖度してるように聞こえると思うんですけど、マジなんすよ。これは 100% おすすめできるとまあ言いたいんですけど、気になるところというか気になるところはあります。そこも説明しましょう。本作は確かに可愛いキャラが出てきます。かなりに飛んだキャラも出てきますが、ストーリーはガッチガチです。めちゃくちゃ SF ファンタジーしてます。なのでそれ目当てにプレイするとがっかりすると思います。あと専門用語が多いです。本作にはアルカニストと呼ばれる魔法使いみたいな存在がかなり重要な存在になってるんですけど、アルカニストが使う魔法のことはアルカナムと言ったり、他にもいろいろ専門用語が出てきます。世界観を固めるために様々なアイテムの名前も出てくるんですが、世界の違和感を作り出さないようにあえてそれらの説明を省いてるんですね。おかげでキャラ同士の会話はめちゃくちゃ自然なんですけど、プレイヤーは一瞬頭ハテナになります。一瞬は一瞬でも、その一瞬が何度も続くことで、聞いていたストーリーの内容はかなり難解なものに見えてしまうという場合もあるので、世界観を説明するシステムがちょっと欲しかったな。まあ慣れてくればわかるんですが、この慣れっていうのもプレイヤーに依存する要素なので、ここはゲーム側が解決してくれた方がいいかなと思いました。まだクローズベータテスト段階なので、ぜひ正式リリース時にはこのシステムを実装していただきたいです。ということでストーリーの点数を主観的につけると92点です。世界観いいし、描き方がうまい、キャラもいい、演出もいい、シンプルに完成度が高い。ただソシャゲに求められているものは何なのかというポジションで話す必要が出てくるくらいには、ゲームプレイがストーリーに依存しているので、好き嫌いは分かれると思います。あと用語の説明があれば嬉しかったなと思うところです。本作のアクションは単性のコマンドアクションになっています。戦闘は3人メイン、1人サブという構成。まずグラフィック的なものを説明すると、戦闘パートではストーリーパートとは異なり、キャラクターが4等身くらいのキャラになります。本作のプレイ序盤の頃は一気にチープになったなぁと思ってしまいましたが、戦闘を開始するとその不満点は一気に消え失せます。では次に画面的なところを説明すると、まず右側がプレイヤーキャラ、左側が敵キャラになります。プレイヤーはメイン3体を操作。メインキャラの3体が生存している場合は、右下のカード3枚選んで攻撃します。カードはマックス7枚で、選択すればした分次回のターン時に補充されます。でカードそれぞれに星マークがあると思うんですが、これは同じカードを横に移動させるか、補充時に横に同じカードが来れば合体して能力を上げるっていう感じになります。星2にするには同じカードの星1同士を合わせて、星3にするには星2の同じカードを合わせる必要があるっていうことですね。なので最大の星3まで強化させるには4枚同じカードが必要になります。ただしカードを移動させると、カード選択部分の1つを
使用するので、流れ作業で攻撃カードを選ぶことはナンセンスになります。で、カードはキャラごとに3つ用意されています。3つのうち2つがこのデッキにランダムで出現するものになっていて、もう1つは必殺技カードになっていて、通常カードを使用するためにキャラクターの頭上にストックされていき、5つになったら必殺技カードがデッキに挿入されるという仕組みになっています。次にカードの種類ですが、大きく分けて攻撃、バフ、デバフに分かれています。攻撃カードは敵単体か複数にダメージを与えるもの。ただこのダメージには2種類あって、それがリアルダメージとメンタルダメージというものなんですが、全てのキャラクターにメンタル防御力なるものがあるので、ボスとかであれば敵を長押ししてステータスを確認しつつ、メンタル攻撃のカードが有効かリアルダメージが有効かを適宜判別しておくといいです。ただね、私は最後までそんなの気にせずゴリ押ししてました。次にバフ、これは結構種類があるんですが、おすすめは味方の攻撃力を上げるバフですね。私はガチャで手に入れた多分かなり強めの最高ランクキャラを使ってますが、そのキャラもゲーム序盤で手に入るソネットちゃんとほぼ同じバフ能力なので、初見プレイヤーはソネットをパーティーに編成しておくのがおすすめですね。で、このバフ強化っていうのかなり重要です。本作のバトルは敵が複数いて、相手もバフ、デバフをかけてくるので、いかに早く倒すかが重要です。それゆえパーティーには最低1人バフカードを持つキャラを入れるのが必須ですね。一番いいのはアタッカータイプでかつ攻撃力アップバフを持つキャラですね。敵の防御を下げるデバフキャラもありなんですが、そういうキャラは大抵攻撃カードが弱いので、デッキの選択時にそれらの攻撃カードが邪魔になるっていう場合が多くなります。という感じで戦闘をまとめると、戦闘はランダムで提示された7枚のカードのうち3枚を選んで戦闘、立ち回りとしてはバフをかけて攻撃、必殺技ストックが溜まれば必殺技発動という感じで、まあかなりシンプルでしょう。おすすめのパーティー編成はアタッカーも3体入れて、そのうち1体はバフかデバフ効果を持つキャラにしておくこと。今のところ私キャラクター全員持ってるわけじゃないんですけど、おすすめはリーアンアンちゃんですね。この子めちゃくちゃ強くて、簡単に説明すると、定期的にデッキ内で一番右側の自分のカードを強化するこういうスキルも持ってるんですよ。なので定期的に味方の攻撃力 30% アップのバフカードが生成されるので、完全に脳筋バトルができます。他の攻撃カードもバチクソ強いのでめちゃくちゃおすすめですね。まあこんな感じで戦闘はシンプルながら色々と要素はあります。私個人的にこの戦闘パートで一番いいなと思ったのはグラフィック部分ですね。スキルを発動した時の演出、これがどれも凝っている。必殺技を発動すれば特有のムービーが入るキャラがいるのはもちろん、ランクが低いキャラでも攻撃時の演出がオリジナルなので、キャラクターを入手するために一応一度は使ってみたくなります。シンプルさが目立つ戦闘ではあるので、こういうところで画面を彩ってくれるのは嬉しいところですね。背景やシチュエーション、敵の種類もかなり豊富なのであきませんでした。っていう感じで今作のアクションに点数をつけると86点です。単性のカードアクションとして見ればかなり完成度は高い。こういうバトルは私自身あまり経験したことがなかったので新鮮味があったし楽しかった。一つのゲームのアクションとして見るならシンプルにまとまっていてとっつきやすいです。全体的にはいい印象を受けました。お次は育成ですね。キャラのレベルはゲーム内通貨と素材で強化可能です。はじめはレベル30が上限。上限に達すると洞察といういわゆる進化みたいなもんで上限が解放されます。洞察は複数のアイテムと引き換えになりますが、それぞれストーリーを進めていれば解放される素材クエストなど周回しておけばすぐに手に入るものがほとんどです。また洞察を3回行えばキャラの見た目を変える衣装が追加されます。それぞれのキャラの見た目もかなり凝っているし、フルボイスなので眺めているだけでも楽しいです。最低レアのキャラですらちゃんとフルボイスで結構動くので気合入ってるなと思わされましたね。洞察時に必要なアイテムやゲーム内通貨などは素材クエストを周回することで一定数を獲得できるのはごく一般的なシステムですが、本作ではクエスト開始する際の疲労度的なステータスを複数回消費すれば1回戦うだけでその複数回分のアイテムを入手できるというかなり親切な周回プレイシステムが実装されています。このシステムは直近でそのクエストで戦った内容を完全再現するという仕組みになっているので、効率的にクリアできた場合はその戦闘内容を保存してそれ以降その戦闘を再現して効率的に周回するということが可能になっています。これがかなりありがたかったですね。まあかなりスピーディーにキャラ強化できますね。あと常に通貨関係がストックされていく箱庭システムもあります。ここは自分でパーツを組み立てて世界を広げていくミニゲーム的な要素も兼ね備えたところなんですが、ここでは定期的に通貨関係を回収するほか、パーツを組み立てて世界を広げていくごとにデイリーミッション、ウィークリーミッションをクリアできたりするので、私はその要素目的で使ってました。やり込めばもっといろいろな要素出てくると思うんですが、ここ使うならクエスト周回する方が早かったのであまり使ってないですね。ただ世界にキャラ配置できるのでそれと喋るためには遊んでました。あと育成面ではいわゆる凸要素もありまして、本作では最大5凸可能です。ガチャで同じキャラが被れば凸するという一般的な凸システムです。
で、今作では凸要素でキャラの性能にかなり差が生まれます。凸すればキャラのカード効果を上げるっていうものがほとんどなんですが、ものによっては攻撃力が 1.5 倍とかに上がったりするんで、ガチるなら凸要素は必須になってきますね。ただ現時点で進むことのできるストーリーは最後までやった私としては、無凸キャラパーティーでも途中でゲームオーバーになることはなかったです。クローズベータテスト時点ではイベントクエストなんかがなく、超強いキャラを戦うっていう場面もありません。なので今後正式リリースされてイベントクエストで強いキャラが出てくれば、凸しとかないとなかなか倒せないという場面が出てくるかもしれないですね。まあ現時点では凸はそこまで必要ではないです。育成としては他に共鳴だったり深層というものもあります。共鳴はまあちょっとだけステータスアップさせる機能で、深層は厳選していくタイプのアイテムだと認識しています。私はこの2つそこまでやってないですね。という感じで育成面としては非常にスムーズに進めます。課金しなくても全然問題ありません。凸だけですね。キャラの強さ関係としては、やはり最高レアのキャラに強いキャラが集中しているという傾向にはあると思いますが、最高キャラじゃないキャラでも全然使えるカードを持っているキャラも多いので問題ないかなと思います。とりあえずアタッカーは最高レアのキャラが強いので、2体だけ頑張って確保して、もう1体星5キャラのバフ、デバフ持ちキャラ、いいのがいなければ確定で入手できるソネットを使っとけばいいかなと思います。本作のガチャはかなり良心的です。まず本作のキャラランクとしては、最高ランクが星6、一番下が星2です。ガチャの確率としては星2は 5%、 星3は 45%、 星4は 40%、 星5 8.5%、 星6 1.5% ということで、最近のソシャゲやったら最高レア排出率0コンマ以下のゲームが多い中、 1.5% と奮闘している方なんじゃないでしょうか。またガチャのシステムとしては、10回回せば星4以上が確定で排出され、60回回した時点で星6キャラが未出現の場合は、そこから1体ごとに星6確率が 4% アップ、最大70回の召喚で星6キャラが確定の天井システム付きです。天井70回は若干渋めにも見えますが、最高ランクが 1.5% なので、まあ全体的に見れば良心的に思えるんじゃないでしょうか。ガチャを回すためのアイテムの入手場所としては、ストーリー、デイリーボーナス、ウィークリーボーナス、ログインボーナス、他プレイヤーレベルが5の倍数になれば10回分のガチャアイテムがもらえたり、他いろいろともらえるタイミングがあります。私トータルで4日ぐらいやりましたが、100回近く回したと思いますね。なんならそれより多かったと思います。その結果最高ランクは3体、星5キャラは10体ぐらい入手しているので、なんか排出率渋いなとはあまり感じませんでしたね。今後イベントガチャも実装されていくと思いますが、現時点ではガチャが一つなのと、ストーリー上はキャラクターが手に入るということはないので、定期的にガチャは回しておく必要はあります。ということで、いかがだったでしょう。リバース1999、控えめに言ってもすごくいいゲームでした。シンプルにいいゲーム、ストーリー面白い、キャラクターのデザインいい、世界観いい、アクションもまとまっていていい、課金要素少ないという感じで印象はすごくいいです。ストーリー重視のゲーム、世界観重視のゲームが好きな方にはめちゃくちゃおすすめです。最近ありがちなローカライズ不足とかも全く感じられないので、しっかりとね世界に没入できます。このレベルがソシャゲで無料でできるっていうのはすごい時代になったなと思いますね。ぜひ気になる方は概要欄に本作の情報を載せてあるので、ぜひチェックしてみてください。また9月に公式生放送も行うということなので、詳しい情報を知りたい方はそちらもチェックです。東京ゲームショウでも出展するみたいなので期待ですね。私今年の TGS 行く予定なので、時間があれば見に行こうと思います。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter なんかもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。